成功を上げるっていう方がかっこいいんじゃないかなと思います。はい、こんにちは。タクシー転職サイトプロタクの藤野です。今ですね、日時が3月の28日の12時半、お昼の12時半回ったところです。今これね、場所ね、もうこのアングルで分かる人は分かるかもしれない。すいません。てか大体のドライバー分かるかね。品川駅港南口に来ております。で、今日ですね、まあ雨、しかもちょっと気温が低いんですよね。気温が低いということもありまして、品川駅港南口のタクシー乗り場がもう長蛇の列できております。とはいえ、このね、長蛇の列というかタクシー需要がすごい高い状態っていうのは、何もこの雨で今日寒いから起きてるということではなくて、マスクがね、自己の判断でするしないを決めていいっていう風になりましたよね、基本的にね。まあ、ただね、その病院とかね、そういう場所ではまあマスクはしてくださいという話ではあるんですけれども、まあ、そういう風にある程度ルールが置き換わったことによって人の移動がね、すごく緩和されたと。昨日もね、花見で目黒川とかもかなりね、やっぱ人が出ていたみたいです。はい、このようにして人の移動がすごく盛んに行われるようになった。本当コロナ前にも戻ったぐらいになってきているので、タクシー業界が活況になってますね。今日もですね、城南エリアのあるタクシー会社さんに訪問してきました。で、その会社さんの平均月収ですよ、平均月収がなんと今42万5000円総支給であるそうです。すごいことですね。なので、まあ、今回の動画何を言いたいかというと、まあ、こういう時だからこそ、すごく活況な時だからこそ、自分にあえてハードルを設けて仕事した方がいいんじゃないのっていう話をします。はい、どういうことかというと、今みたいにもう雨でめちゃくちゃ忙しいというような状況の時って、まあ、アプリがね、無線配車もたくさんなりますと。ただ一方でこうやってね、乗り場もすごく人いますし、多分街中走っても至る所で手が上がるというような状況になると思います。まあ、言ってしまえばこれ、需要と供給のバランスが崩れて、供給量の方が少ないから、表現悪いかもしれません、ドライバーの方が有利に立つというと、まあ、そういった状況になると思います。で、こういう時に何も考えずに仕事をすると、自分のやりやすいような仕事の仕方になってくると思います。まあ、やりやすい仕事、どういうことかというと、アプリだとどこに振り回されるか分かんない、行った先でキャンセルになるかもしれない、だからアプリは取らない、アプリ消しちゃって自分のもうやりたいように仕事をするとかね、休憩なんかそっちのけで、休憩はとりあえずつけ待ち休憩でごまかしておけばいいとかね、そういう、安直に判断をするっていうのがあるかもしれません。まあ、実際に僕も過去にそういうことがありました。そういうことをやり続けたからこそ、実際僕はね、車を廃車させるような大ごと事故をね、起こしたこともあります。結局楽な時に自分も楽をしてしまうと、巡り巡って自分に返ってくるんですよ。まあ、今自分のやりやすい仕事をして、稼ぎたい時に稼げる時だけ稼ぐんだと、休憩削ってやるんだとかね、アプリも仕方としてやるんだみたい なんか仕事の仕方をすると、いざ暇になった時とかに自分が困ると思うんですよね。まあ、僕は実際それで事故も起こしました。今度暇になったりとかすると、街中行っても人がいませんと。そうなると今度で無線頼りになると。でも無線も普段からちゃんとね、取るべき時に取ってないから、どの時間帯にどこでどういった需要が発生するのかっていうのも把握がしきれないと。だから行き当たりばったりのその場の仕事になってってしまうんではないかなと思います。やっぱね、こういう時にこそ、限られた決められた土俵の範囲で成果を上げる、結果を上げる、これ人それぞれ価値観は違うかもしれませんが、少なくとも僕は決められた範囲の中で、決められたルールの中で成果を上げるっていう方がかっこいいんじゃないかなと思います。はい、なんかね、もちろん結果が全てっていう考え方もあります。ただそうすることによって、やっぱり無理をしてしまう部分、特に顕著に現れるのがその休憩の部分だったりとかするので、ルールって何のために設けてるかっていうと、過度に無理をしないようにするためとか、トラブルを発生させないようにするためにルールってあると思うんですよね。だから休憩時間守るっていうのもこれルールですし、配車があったらちゃんとその配車受け答えすると、受けてお客様をお迎えに上がるっていうのもこれルールです。もちろんお客様の中にはね、アプリで呼んでおいて、無線で呼んでおいて、その場にいない、キャンセルとかっていうのもありますし、ね、迎えに行ったらいいけども散々悪態つかれるお客様もいるのも知ってます、事実です、僕もそういう経験あります。でも自分の気持ちがただただその楽な方、負担が軽い方向に動くっていう風になると、そこってなんかね、自分自身の成長がないんじゃないかなって思います。はい、なんか
簡単に物事ね達成できたらだんだん飽きてくるじゃないですか。やっぱりいい時もあるし悪い時もある。で悪い時いろいろ苦労して乗り越えたからこそ終わった後のビールがうまいわけじゃないですか。はい、僕ビール飲めないんですけど、嘘です。はい、なので最終的にね何が言いたいかっていうと、自分自身ねただお金を稼ぐためとかではなくて、充実した心を得るようにするためには、そう、時には自分をしんどい状況下に身を投じるっていうのもやり方として取り入れた方がいいんではないかなというお話でした。はい、ちょっと寒くてね、あんまこう口が回ってないのと、もう結構人がいて結構ちょっとジロジロ見られたりとかするから若干緊張している品川駅の港南口からの現場でした。はい、というわけで今僕がこの動画を撮ってる7分19、20秒の間に果たして何台のタクシーがここ出入りしたでしょうか。はい、コメント欄にコメントしてください。以上、現場からでした。はい、失礼します。